前のクラウンの番号灯は最初から LED なんだろうな。新車あれ？いや新車って買っただろうね。違う違う、最近の新しいの？うん、多分現行だと思う。クラウンハイブリッド。700万ぐらいするじゃん。で昼と夜でメーターが変わる。普通メーターっていうのはこういう、なんていうの、板に文字が書いてあってそこに針がついてるか、あるいはあのこうデジタルでこう数字が出てくるかどっちかじゃん。この車は飛行機のケーキと一緒で、最近の飛行機と一緒。あいつハイビームなんだけどな。ここはあのパソコンのモニターと一緒でさ、うん、液晶画面になってると、で昼と夜で、あれハイビームじゃない？お、早い。さすがハイブリッド早い。昼と夜であの表示するメーターの絵が変わる。パソコンのモニターだからさ、要は何でも。プログラム書き換えればどうにでもなるわけです、この映画早いね。早いよ、ね、だってエンジン自体が3000ぐらいあるでしょ。もっとあんのかな。でそれにモーターがついてるから、で結局前の遅い車に追いついてあ、俺のも洗って怖くないのかな。およそ300メートル、市役所東、右方向です。